どうも、説明書も喋れてね、説明書があっても全く理解できないね、理解力がないアスカです。今日はですね、今日は暑いのに暑すぎる格好してるアスカです。今日はですね、ボンボン&タッセルくるくるメーカーで頑張って裁縫していきたいと思います。でもなんか前回ボンボン作った記憶があるんですけど、まあ物の見事に失敗して、まあね、ハンドルを楽しくくるくる回すだけ書いてあったんで買ったんですけど、まあ私これでも失敗すると思いますけど、まあ頑張ります。それではやっていきます。今日のあるある、テレビとかでなんか美味しそうな食べ物を特集していたら、絶対食べないと気が済まない、絶対買って食べないと食べたくなる、そして買って食べないと気が済まない、あるある。こんなカラフルな綺麗な、また系統無駄遣いしないように使いたいと思います。ですね、ここから中身こんなになってます。こんな、なんかいいですね、昔を思い出します。あのね、説明書を読めないのに理解できないプラス、最初こう開けるときこんな破き方しちゃったんで説明書が見えなくなりました。これも私あるあるですね。これでいいんですかね、これで巻いていくみたいです。おーおーおー、4、5、6、7、8、ああやばい、取れてませんでした。もう50回ぐらい巻いて、こんな感じで50、52、53、54、55、56、100回巻くそうです、70、70、70、70、70、そう、100回ぐらい巻いてもらったら、ある程度の長さで切って、これを内側に寄せるって書いてある。なんか絡まってない？巻き終わったらこの棒パーツとこのハンドルを取って、それで寄せるんだ。すべてのパーツを外して、寄せて、なんかわかんないんで切っちゃいます。先にこんな感じで縛らんといかんくて、そっから切らんとバラバラになりますよね。なんかこんな感じになりました。なんで？で、2回目のチャレンジはなんか綺麗に成功しました。縛るところまでちゃんと綺麗に寄せながらしました。今からここを切っていくんですけど、それでちゃんと説明書もないと。なんとか完成しました。あのこういうニット帽とかの上のボンボンとかを作りたかったんで、これで完成ですよね。もうちょっと引っ張ってもいい？ほら1回目に比べると、ほら、まあまあ、なんか真っ黒クロスケのカラフルバージョンみたい。成功じゃ、これはこう頭につけてね、やろ、まあまあいい感じじゃないですかね。ちょっとここも引っ張って、はい、あ、こっち見栄え悪い、はい、タッセルはまた今度挑戦します。やっぱりね、こういう風に楽しくくるくる回すだけって書いてあっても私には難しいようです。